はい、こんにちは、ギタリストの松原よしみです。あ、言えてない。はい、今日の内容はですね、なるべく脱力してコードを抑えようと、最小限の力でギターを弾いて、ちょっと体に負担をかけないでね、やっていこうみたいな話をしていきたいと思います。YouTube ではいろんなギター音楽に関する動画を出しておりますので、よかったらチャンネル登録よろしくお願いします。あと、オンラインサロンもやっておりまして、初心者からかなり上級者まで、結構専門的な内容からですね、初心者に分かりやすい内容からいろいろ情報発信しておりますので、動画概要欄からいろいろ見れますので、よかったら覗いてみてください。はい、ではない今日の内容入っていきたいと思います。で、ギターのですね、コードを弾く中で多分一番体に負担がかかる、一番手が疲れるやつってのはこれなんですよね。普通のこの、F コードです。これが弾けなくてギターをやめる人が、ギター始めて半分ぐらいの人がこれでやめちゃうという悲しい事実もなんかあるそうなんですけども、この人差し指だけでこの6本の弦を全部押さえないといけないという、これがですね、結構一番大変です。で、こういうコードを弾くときに結構ちょっと手に負担がかかりがちになりますので、それをなるべく負担かからないようにしていきたいよねという話です。で、結論から先に言いますと、ギターをちょっと縦目に構えるというのが、まあ今日の結論に大体なってしまうんですけども、はい。で、なんでかっていうと、こういうコードを特に下の方でですね、弾いたときに手首がこうなりがちなんですよね。こうなってしまうのは、やっぱ手に負担がちょっとかかってしまうので、あんまりよろしくないと、いうことになります。で、ギターっていうのは多分、これ僕の予想なんですけど、こっちの左側の足に乗っけて、クラシックギタースタイルで弾くのが、左手には一番負担がかからないんだと思うんです。腰にはね、これだと負担がかかるかもしれないですけど、こうすると、こう、どこをどうやって押さえても手首がこうまっすぐになるんですよね。さっきみたいにこういう風になりにくいと。で、それはやっぱりこの位置関係が、この体とこのネックの位置関係がこういう関係だと、自然にこう手首、腕もものすごくこう自然にリラックスした感じでこういう風にならないということなんです。でも、ほとんどの人は、まあクラシックのガチでやってる方以外はですね、ギターはこうやって弾きますよね。エレキギターでも、こういうアコースティックギターでも、これ縦に、縦、こういう状態に大体なるわけですよね。で、ストラップかけても、で、ギターを立って弾いても、こう、まあある程度こんな感じに大体なっちゃうんじゃないかなと。でも、人によってはね、ビジュアル系とかやってる人はいねえか、もう、わかんない。もっと低くギターを構える人もいるでしょうし、まあ、昔のビートルズとかね、こんな感じなんですけど、だいたいこういう位置関係にネックと体はなるというところで、この辺で弾こうとすると、ちょっとこういう風に手首がなってしまうと。で、こうなっちゃうのはやっぱね、手首がずっと曲がった状態で弾いてるっていうのは、僕はあんまりよろしくないんじゃないかなと思います。で、これ人によってはですね、関節とか筋肉とか、もう骨格ってのは本当人それぞれですので、ずっともう何十年もこういう感じで弾き続けて、一切怪我もしない、手が痛くなったこともないという方もいらっしゃると思うんですけども、まあやっぱりですね、100人が100人こうやって弾いてると、多分こうやって手首をまっすぐにして弾いてるよりは、ちょっと痛める確率が高いんじゃないかなと思います。僕自身もですね、音大入って2年生ぐらいの時まではちょっと結構こういう癖がありまして、で、先生に直されたんですけど、まあそれも原因でちょっと腕を痛めてしまったりしました。腱鞘炎っていうところまでいかなかったんですけど、ちょっと手が痛くなってしまって、練習したいのにですね、ギターあんま弾けないという状態になったりもしましたので、ぜひぜひちょっとそうなっていただきたくないなと思って、今日の内容はやっております。で、このネックをこうちょっと縦めにすると、まあマシンガンのように構えてもいい、完全に縦にしちゃってもいいですし、まあちょっとこんな感じですね、体ここで、ネックこうはならない、これぐらいの位置関係でやると、あんまり手首がこうならずに済むと。この辺弾いても、ね、F 弾いても G 弾いても、まあ、F が一番大変なんですけど、 F 弾いても G 弾いても、まあ、なんかこのなんだこれは A フラットメジャー7シャープ11を弾いてもですね、手首がこうまっすぐのまま入れるよねという感じです。で、もう一つ、一つがだからネックを縦に、ギターを縦に構えるという。で、2つ目のポイントが、まあ、これは初心者の人
にしかあんまないかなと思うんですけど、ここにスペースが空きすぎてしまう人っていうのがたまにいます。で、ここに無駄なスペースをですね、ここのところですね、この手のひらと、こうネックとの間にこう無駄なスペースが空いてると、どうしてもこう手首はこのクイッと曲がった状態になってしまいがちなんです。まあ、たまに抑える行動の形によってはこうならざるを得ない時もあるんですけど、まあ、大体なるべくこう手のひらとネックっていうのは基本的に近づいてた方が、どんな行動されてる時もあんまりスペースがない状態の方が僕はいいんじゃないかなと思います。その方が腕がまっすぐになります。まあ、かなり下の方で構えるよという人でも、ここに無駄なスペースを空けずにちょっと縦めに構えればですね、そんなにこうならずに、負担をかけずに引いていけるんじゃないかなと思いますね。結構ストラップ長くしても多分ね、大丈夫ですね。で、まあ本当はギターってちょっと多分ネックが上めで弾くっていうのが体には一番いいんですけど、ギターによってはちょっとヘッドが重ためで、もうこうやって構えた時点でちょっと頭がね、下がってしまうようなギターもありますし、まあこれは人によって、やってる音楽によって構えたいギターの高さとかもね、見た目的にも違ってくるので、これはもうそれ人それぞれなんですけど、まあどんなジャンルでもなるべくちょっとこうネックを縦めに構えて、ここにスペースを空けないというところを気をつけるといいんじゃないかなと思います。この左側の体の左側にですね、こうネックが近づいてしまえばしまうほど、まあ、力が入んないんですよね。で、力入んないので、無理やり力入れようとすると、ちょっと手首が曲がりがちになってしまうという話です。で、今のがまずギターの構え方ですね。構え方で大事な点。縦と腕の置き方っていうところで言うと、空間を空けないと。で、もう一つ、じゃあ、コードをなるべくあんまり力を入れずに抑えたいわけなんですけど、最小限の力でですね。で、ギターっていうのは、じゃあコードっていうのはどこで押さえるかっていうと、こっち側で押さえるわけですね。で、親指が裏側にこうついて、こうすればいいか。で、こうやってこういう状態でまあ押さえるわけなんですけど、まあいくらこうやって親指に力を入れてもですね、コードは押さえられないわけですね。コードっていうのはこっちの4本の指で、まあ、たまにこうやる人もいますけど、まあ、基本的にこっちの4本の指で押さえるというので、力はこっち側に入れたいわけです。ここをいくら頑張ってグイッと押したって、何の音も鳴らなくて意味がないわけですね。で、そうなんですけど、やっぱどうしてもですね、ここの親指をぐーっと握りしめて、すごくもうここをもうぐーっと握って、僕もレッスンとかしてて見えるんですけど、ここの力が入れすぎて、親指のここの接地してるところがもう白く、真っ白になっちゃうぐらい、こうぐーって力を入れちゃう人が結構多いです。で、なんですけど、いくらここに力を入れてもですね、音は鳴らないわけですね。コードっていうのはこっち側を押さえるわけです。で、意識としてなんですが、コードをこういう力で押さえます。まあ、これかなり基本中の基本とも言えるんですけど、結構ギター長年弾いてる人でも、あんま意識したことなかったというような人も今までいらっしゃいましたので、ぜひぜひね、こういう感じですね。腕の重みをこの指板弦に乗せるというようなイメージです。で、そうすればここを思いっきり押さえなくてもですね、親指は添えるだけでいいわけです。で、まあ、特にこういうアコースティックギター、鉄弦のギターっていうのは、エレキギターとか、あとナイロン弦のクラシックギターに比べてですね、この弦を張る力が非常に強くて、コードを押さえるの一番大変です。この鉄弦のやつ、弾き語りの人たちはこれを大体使うんですけども、手に一番負担がかかるんじゃないかなと思います、こういうギターっていうのは。なので、ちょっと今日はこのギターをね、使って解説してるんですけども、ちなみにこのギターはめちゃくちゃ弾きやすくセッティングされた、国産の良介小林ギターという、国産のギターなんですけども、まあ、素晴らしい、いい音のするギターです。で、これも F 楽に弾けるんですけど、まあ、鉄弦のアコギで、ギターによってはかなりちょっと弦高が高く設定されちゃってあったりとかですね、初心者の方が買うような初心者セットに で来るようなギターっていうのは、かなりセッティングがひどかったりするので、
コードをね、間違ったフォームで本当弾いてると、本当にちょっと手を痛めてしまう危険もありますので、ぜひぜひ、セッティングをね、ちゃんとするっていうのも大事なんですけど、これ自分でではなかなか最初の頃できないので、お店に弦高下げてくれって言ってね、弦高ってこの弦の高さですね。もう下げてくれって、こう誰かにやってもらうしかないんですけど、あと、それプラス、今日やってるような、正しいフォーム、力を入れないフォームで弾くっていうのがとっても大事です。はい。で、ちょっと話戻りますけど、この力で、ちょっと根っこだから自分の方に引き寄せるぐらいの力でコードを抑えます。だから、本当に親指はですね、こう離したまま、親指つけなくても、こうやって指を、こっちの4本の指をこうの重みを乗せるだけで、親指つけなくてもコードっていうのは、本当は、大体のコードは弾けるべきなんです。こうやって弾くわけじゃないんですけど、親指は添えた方がもちろん安定するからいいんですけど、力を入れるのはこっち側添えるだけということですね。で、今11分。じゃあもう、もう1個だけやります。で、力をだんだんこうやって最低限の力でコードを抑えるためにはですね、指を乗っけてまずコードを抑えます。抑えません こういう状態、指を乗せるだけにします。で、それでこっちの4本の指の方に力をだんだんこう重みを、指の重みを入れていって、親指添えるだけですよ。親指に力入れないで、あんまり入れないでください。で、だんだん力を入れていくと、だんだんコードが鳴っていくわけですね。こうやってだんだん鳴っていって、最終的に一番綺麗にコードが鳴ったところっていうのが、今最小限の力でこの G のコードを弾いてるってことになります。音が鳴ってない状態からだんだん力を入れていって、はい、綺麗になりましたっていう、この状態ですね。この状態ぐらいの力の入れ方でできればずっと弾きたいわけです。難しいんですけど、今ちょっとこうやってやってみると、普段自分がコードを弾くときに、ちょっとこれよりは余計にかなり力を入れてしまっているなということに気づいた方もいらっしゃるんじゃないかなと思います。そうですね、ちょっとなんか肩凝ったなとか、ちょっと今日ギター弾いて疲れたなと思ったら、ちょっと力を入れすぎていないかというのをですね、ちょっとこれをやって確認してみてするといいんじゃないかなと思います。で、これをやってみて、本当にかなり力入れねえと、グーって握んないと音が鳴んないよっていう人はですね、ギターのセッティングが必要じゃないかなと思います。この辺をちょっと削るとかですね、あと何ですかね、ここのとこをちょっと調整するとか、いろいろやり方はあるんだと思うんですが、エレキギターとね、こうネジをピーってやれば簡単に弦高下がるんですけど、アコギだとちょっと本当に調整に出さないといけないかなと思うんですけど、そんな感じですかね。はい、なので、なるべく手首はまっすぐ、ギター立て目、これぐらい立ててもいいんですけど、ちょっと7、なんだろう、これは45度ぐらいですかね、自分の体とネックが45度ぐらいと。で、あとなるべく力入れないように、ギターはこの力でちょっとこう、だからこっち、右手でこうちょっとギターのボディを押さえて、ちょっとこうグイッとこの力でコードを押さえるという感じでやると、かなり脱力してリラックスした演奏ができるんじゃないかなと思います。はい、では今日はこんな感じで、ギター脱力、最小限の力などをテーマにお話ししてみました。よかったら、チャンネル登録よろしくお願いします。ありがとうございました。